この時代をリアルで見れないって思うと悲しい。チャウとか出てる試合リアルタイムで見たかった。そっか、シュンさんがおいくつかちょっとわかんないですけど、要は現役で見たことない選手が多いってことが、若い人にとっては。僕ぐらいのジジイになるとですね、むしろこの時代のサッカーの方が、まあ、憧れもあってだし、もう今になってみると、ほらサッカー選手基本的に全員年下でしょ、私からすると。だからサッカー少年として憧れの目で見ていたのが、このウィニングイレブン10の時代の選手たちなんですよ。だから多分軸にあるのはこの時代なんですよね、僕のサッカー感とかの。かといって、じゃあチャウを見たことあるかっていうとはないです。ストリーマーのポジション無視してマーク外してるの大好き。もっと先輩活躍期待してます。先輩を活躍とは言わないし、ちょっと最近良くない良くない良くない。ストリーマーがね、それをね、人気だと思っちゃってんのよ、実力だと思っちゃってんの。違う、いじられてんだよストリーマー。あなたは今他の折り面の行方も知りたいです。ミランダ以外の折り面のその後確認してもらいたいです。じゃあ今日はバーを確認しましょうか。一体彼が行き着いた先でどういう活躍をしてるのか、ちょっと見ていきましょう。ウィレテンから十数年経つのに、リアル世界でも世界で現在も活躍するイブラ様はチートですね。いや本当よ、だからメッシさんでしょ、イブラさんでしょ、だからパンデフさんもそうだし、クリスティアノ・ロナウドさんもそうだし、やっぱちょっと違うよね。この時から違うってことはやっぱそうなんだよ。ちょっとに、そういうことでしょ。交代の時にソンコとチャウが上下に並んで表示された時、チンコに見えてしまった。何を言っとるんじゃ。動画ちゃんと見たいけど叫び声うるさいんだよな。私から叫び声を取ったら何が残りますか。エスペリオンの湯に透けてんな。俺のむちゃくちゃお気に入りのさ、東京エスペリオンの湯に、青足のめちゃくちゃ透けてんじゃねえか。バーチャットがどこに行ったのかということを今日は調べます。どこに行ったかってのは、どこに行ったかは皆さんも分かってるんですよ。まあ私は覚えてないんですけど、バーチ、これで出てくるでしょ。バーチって人いたわ。そう、ユベントスに行ったんです。彼は足速いですから、ワンチャン出てる可能性ありますよ。はい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 、バーチャットは試合出てたらすごい。なぜならダンミナは一切出ていなかった。バーとダンミナのなところ、どれぐらいの差があるのか、これで分かる。出てない、出てない。背番号見ます。キューさすがだよバー、キュー、期待も裏切らない。イブラの穴にそっくりそのまま入っただけなのかな。本日ドルトムントで、これね、勝ったら優勝なんじゃないかなって私思ってるんですけど、どうだろう。その後デポルティーボとの EL の準決勝でバルサとやって、もう一回セカンドレグ、待って、でも勝つことを前提にすると3試合でしょ。そうだね、勝つことを前提に置くと3-3-3でいった方がいいわ。今日3試合いきます。でね、さっきドルトムントに勝ったら優勝なんじゃないかっていう話をさせていただいたと思うんですけど、今現在1位で勝ち点差が14なんですよ。14で残りリーグ戦1-2-3-4-5-6でしょ。じゃあバルサ戦か、2連勝すれば今日優勝だ、確定するな。あとはインテルがここで負けたら、我々ミランに負けたら我々の優勝かもしれない。だって14でしょ。そう言われるとちょっと緊張しちゃうんだよな。言うて日の丸弁当でいきます。ユニはこれはもう行こう、バッチバチのメンバーで行こう。チャウ絶好調だけど、負けたら意味ないし、どっちかっていうと EL の方がどうでもいい。ドルトムントとはヌリシャヒンが比べさせてもらいますよって、そりゃそうでしょ言うて。ベアンス、ハイティンハ、デゲン、マティウ、ツエーナ、トゥライ、モッタ、ブライトナ、グルショフ、ジョーンズ、スモラレク。でもヌリシャヒンもショートパス91いってます。負けません。あとすごくお腹が痛い。これ試合中にトイレダッシュあります。新築でうんこ漏らしたくありません。雨、バーの呪いだる。イブラうますぎ。イブラはボール取られないってもう思えちゃう。強い、狙ったんか、狙ったんか。どうやらオフサイド。ちょっともう顔出してるな。ダイレクトで出す。あった、やつが。いい攻撃。狙った。パンチング。ちょっと顔出してるもう。さあこれは入ってきた。ちょっと顔出してるもう。
いやー今のも作るところでうまくいきます。こうの、まあそこまで持ってオフか。顔出してる。ちょっとマジでやばいな。さあ前にいるぞ。ラマントラオルさんは早い。オッケー。精一杯クリアします。シュバインスタイガー。さあここに出てきたぞ。競り合った。ファールは。いいボール、ラスキン、斉藤。これあり。俺知ってんの。これあり。違ったみたい。ルイス・ガルシアが追いつく。これもあり。イブラ。え？危険なプレーです。は？縦に送ります。中にパスが出た。遠目から。けー！顔出してる、まあ！ジャビがいいな。30分を回ろうというところ。ルイス・ガルシア。味方を探している。いやー顔出してる。まあよっと、ここでボールを持った。いったか。イエース。イブラ、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 危ないぜ。よし、どうやって点取ったっけ。あ、パンデフさんが打ったのをイブラさんが詰めたんですね。オッケー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 。いやラマントラル、いやある時のコメントであったようにラマントラルさんが一番の補強って言われてましたけど、まあじゃあ本当その説あるよ本当。まあイブラさんはもちろんすごいけど、ラマントラオレさんが入ってきたからの安定感がすごいんだよ。もう中には2人いる。さあ行けるか。ナイギだ。ゴール正面。くわっ、あっ、おい、勝負強し。一気に出される。これであっか。ほらもう3バック軍。ここでマタイセンさんもいるからね。すごいでしょそれは。よし、方向でだいぶもうほんと顔を出してる戦法でだいぶ打ってます。うちがこれ皆さんも試してください。あの極限状態になると人間は力を発揮しますんで、一番簡単に極限状態を作る方法、それが漏らすか漏らさないか、その瀬戸際のあれです。それが一番簡単な極限状態。はい、狙っていくんだよね。大丈夫でしょ。よし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 。そんな遠いヘディングはまあまあもんもんのんのんのんよ。ちょっとびっくりしましたけれども、ただ特別層が厚いわけではないんで、うちのクラブは結局バーは普通に試合出てたわけで、そのバーがユベントスだったらやっぱり1試合も出れないと、そういう状況になるわけですからね。何が起きてるの。これはね、狙っちゃいます。ピンチを迎えています。よし、いいね。おはい、ラマントラオレさんの神具合炸裂でスーパーパス。複数得点欲しいよね、やっぱ塩試合と、かつて塩 G とかいろいろ言われてましたから。この上がりいいですよ。あっ、はぁ、危ねー。あとは正確性ですね。セナミ今日も2失点縛りだから、キャプテンが。セナミはその優勝のあれを掲げたいんだよ、キャプテンとして。それをみんなで叶えようぜって約束したじゃん、あの15夜の夜に。最近15夜にお月見って皆さんしてます？全然してない。俺幼稚園の頃とかはお泊まり保育とかね、あって、その時に好きっていつ見たかな。ゴールマンを狙っています。今夜も月が綺麗ですねっつって。やばい、危ない。見えますね。そうですか、やばいな。ベンチに動きが見られるようです。大丈夫、セナミのポジション。なんかすごい取られるんだけど、簡単に。あば、真ん中出ましたよ。はい、ちょっと突っ込んじゃったからね、今ね、ラマントラオレさんで。理想的なシーンでしたけどもね。ここは調子のいいチャウ出しましょう。やはり、これね、あんまり美味しくないです、これ。ファンタのヨーグルラッシュ、桃。
グリショフ激しいマークを見せます。いいシュバイニー、いやーシュバイニーなんだよな。ドルトムント相手にどう、それがやっぱバイエルのシュバイニーよ。いや うちのシュバイニーよ。え、今シーズン初ゴール、初ゴールなの。そうだったんだ。チャウがワイドに開いて、その中をシュバイニーがインナーラップしていくっていう、それがやっぱ効いてましたね。全くそんな指示出してないですけど、スピード、これがスピード。はい、来た、はい、ターレさんの単独ドリブル。自分で持っていく。ちょっと、キックフェイント間に合わなかった。チェックが効いていました。はい、これでインテルの勝敗者、ウィーユナイテッド勝利を手にしました。まだ優勝はしてないっぽい。あ、まだやってないんだ試合。先制点を決めナイトゲームなんだって。なるほどね。じゃあセレモニーはいつ行われるんですか、これで。もしインテルが負けたら。なしはやめてよ。セナビが掲げる準備して、もう日々ドキ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 してるんですから。ちょっと怖いけど、勝ってる、ナイス。逆にセナビ思いのインテルでデポルティーボです。 EL 準決勝、ターンオーバー、フルターンです。フルターン、フルターンっていうと単位全部取ったって思いがちでしょ、大学生のそこのあなた。違うんです、フルターンオーバーのことです。僕しか言ってません、そんなことは。孫子と比べる、ハリファバ、コロッチーニ、マヌエル・パブロ、ロメロ、グアルディオラ。これは転生か、それとも違う人か。転生っぽい。セルヒオ、ビクトル、イヴァン・カリル、アンブロース、カスティージョ、ツヨ・カスティージョ。これ転生だよね多分。ペップさん、こっちでもあったか、ペップさん。さあ試合開始です。このメンバーで勝てればマジ話変わるから。去年の段階で最強リーグのチームのメンツがエグかったってだけです。優勝できなかったり。 OK OK OK、 ねえ、なってんだから続けるな。プレーもイエローカードだぞそれ。審判イエローカード、審判なんで。はい、スピード、スピード、え、オフサイ、オフサイドを取られました。マグロトップ下システムがあと発動するかどうか、発動はしてんだけど通用するかどうか、ね、いいパスが通りました。中には一人、いやいや、チャウは徒競走してた今、一人で外側。これをヘディングで勝ってカウンターしたかった。無理です。やばい、一人今遅いんだよな。中へはアルミ、よし、クラバンさん最高。うん、いいプレッシャーだ、いい攻撃。はい、またいせんさん鉄壁。この明らかにパスつながりにくくなるのはやっぱ能力なのかな。明らかにつながりづらいんですよ、あのスタメンたちとは。ほら、もうこういうのでも中を見た、まだ上がっていく。ナイスボール、うえー、前半何か見せ場ありました、この試合。あの相手チームもこちらも含めて、そしてグラナジアラ、一切記憶にございません。何が行われていたこの40分間。横へ運んでいきます。無理だ、なんで柳に行かない。 OK だ。しどいしどいしどい。いいコンビプレーですね。はい、かっこいい。ストリーマー、いや割とフェアな、全然イエロー、全然イエロー、あなたそれは。はっ、ちょっと、あ、今のが初めてのシュートだって。両チーム合わせて、そういう試合なんだよな多分な。え、惜しいですね。おお、前半が終了します。ウィーユナイテッド、後半はどのあたりがポイントになるでしょうか。これ惜しかったな、ね、チャウが外側を徒競走してたんだよな。よし、点取るよ。リセンコさんとチャウさん、そこにボール集めればおのずと点は生まれると思う。あとは自分を催眠にかけていこう。
中盤でこうゲームのタクトを取り仕切ってるのがマグロとか思わないでプレイしたら絶対いいと思う。あ、マグロなんだよなとかそういうのを思ってるから取られるのよボール。ここからグラナジア、え、よし、どう考えると次のバルサ戦にやっぱ戦力を注ぎたいんだから我々は。来た、これをしっかりか、え、ここで激しい倉庫の見せ場、倉庫見せ場、さあどう攻めるか、さあ、フラスル通らねえか、ここは一難逃れます。クラバ、今のはファールです。え、見えないところでファール吹かれんの、いっちゃるだつれ、強い、すごいファール取ってくる、こっちのピンチを迎えています。ファール数後で試合後見よう、ちゃんとめちゃくちゃ取られてるこっちだけ。カルミ中央にいる、大丈夫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 、はい、ソンコ、もう一回ワンツーできないからこっち、こうこう、マーケロ、マーケー、マジでマジで点取れない、イブラいないと誰、ちょちょ、なんでー、え、なんで何もないところでつまずいたの、ちゃうわ、つまずかれ、チンコに当たったのかな、ボールが、え、もうマグロトップ下絶対ダメだこれ、絶対にダメ。柳、ナイス、ナイス勝負、ナイス勝負、ナイス勝負。タールさんにこれだってコーナー当てればいいだけなんだから、言うなれば。来た。タールさん、やばい。ストリーマーがなんでこういう。やるじゃねえか、ストリーマー。な、どこに出してんだって、ですから、いやー、まあまあ引き分けてもいいけどさ、よっと抜かせません、通るか、折り返せるか、え、頼むぞタルさん、さあ蹴るのはスピード、狙ってくるんでしょうか、いや直接行ってもうてるスピードのボール、ここでタイムアップ、何この試合、ファール、こっち9だもん、ファール、ストリーム、絶対に嘘、それは、え、何なんて言ってる、調子が良かったながらもカードをもらってしまったのが残念です、残念でしたのに、なんでストリーマーがマン・オブ・ザ・マッチなの。いやー、やっぱ選手やっぱ楽しさ変わるな、やっぱりストリーム、あ、いやいや、いいよ、リーグ順位を確認しましょう。いや、だからこれで14差だから、で残り今5、あと5節でしょ、ってことは残り4節で14差になったらもう優勝でしょ。だからバルサこれ勝てば優勝です、絶対。バルサって10位なんだ。じゃあバルサにホーム譲るよ、僕たち日の丸弁当でいきます。ターンオーバーした回がありました。マルケス、プジョル、ベレッチ、ドロスト、イエロー、え、フェルナンドイエロー、ファンボメル、シュースター、え、ロナウジーニョ、メッシ、つえ、なんで10位なん、ずるいようなメンバーいるよ、だってサッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。 We United、 前回の結果は引き分け、さあ今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。この時間はディビジョン1 We United 対バルセロナ第26節の模様をご覧いただきます。さあ We United、 今日はリーグ優勝のかかった試合に、ほら、勝ったら優勝なんだよ。バルセロナを大分に呼びつけています。セナミーに掲げてもらおうよね。大丈夫、僕たちなら優勝できるよ。ちょっと待って、これ負けたらさ、ナイスだね。そう、動画を面白くするとかいらないからね、面白ポイントみたいな、真面目にやれ。もう今シーズンで終わりって明言して始めてるんだから、このシーズンは。上げてくるか、来たか、まあまあ悪くない悪くない、久々だな、ちょっとピリついてんの。
伝わってくるよ、監督にも。フィールドの中がちょっとピリつ、いい、落ち着けばいい、落ち着け、みんななあ、自分を信じろ、やってきたことを思い出せ。雨の日に市役所の階段で上り下りトレーニングしてたら市長にむちゃくちゃ怒られた、あの日は。クロスに合わせる練習で永遠に蹴らされていたミナンダさんのことを、一回も合わせる側に なったことないって、ずっと出して、彼は練習ずっと出して、思い出せって。さあ二人一組でアップしてって言った時、毎回一人余ってるバーチャット先輩のことを、そういうな、いいチェックですね。先代のな、英雄たちのもとに君たちは今、その礎のもとに立ってプレーしているんだ。誰も聞いてないな、多分この私の演説を。さあ来た、おっと、うまいですね。中には一人、放った、プジョルにプレッシャーかけられたな。イフトのレジェンドガチャで来てくれてありがとう。いや、ちょっとバルサ強、バルサ強いって。回しています。すごいね、前線からのプレスが。ただここを剥がして、ここ開くから、ほらね、開きすぎ、シュバイに開きすぎ問題。何が起きてるこれ。さあここまで上がってきました。これだよ、ポケモンみたいなシャツ着てる人と日の丸弁当と、どっちか。シュバイニーの駆け上がりからパンデフの落ち着いたこの倒れ込みコントロールシュー、間違いない。優勝がすぐそこまで来ている。絶対に点取られるな。さあ一気に前線を振った、さあいけるか、シュートに行く。よくぞ守った。ライトマトレ、開かねえなサイドが。左へ送ります。ボールを回して、よし開いた、よし来た、よし来た。さあ狙っていった、キャッター競っていく、これ開けちゃうの。ふぅ、うるさい、パンデフが奪うんかい。ちょっとかかってんな、パ6本打ってます、こっちは。ちょっとかかっちゃってるから落ち着こう。今丁寧に通しかったんですけどね。くっ、ヘッドでの競り合い、ロナウジーノに競り勝つ男、ラスキン、ダスキン、イスレロ、必要なチェック、強プレッシャーを与えます。イエローか今、イスレロって言われた、やばいって。ジャビ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 、いいよ、ないで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 ない、外側に追い込んでいて、ここで挟み込み運動、グン、え、うまは、ナイスラビ、うぅアウェイ側なんですけど、選手変わりそうな感じですね。何かこう、指示されてます。よし、ルイス・ガルシア、さあラスキン、ドフリー、ラスキンサボんなってお前。スタミナだけが唯一の取り柄じゃないの、あなたの。マグ行って、ここ変わるか。やっぱウィングがね、フレッシュじゃないとね、その通用しないんですよ、うちのフット。ウィングでとにかくボール持つフットボールを永遠にしてるんで、ここでね、ウィングバックからウィングに渡して、そっからどうにかしようみたいな。やば、あぶねー、ナイスラインコントロールシステム。ここでラスキンが開くでしょ、ここで。で、ここでルイス・ガルシア、さあちゃう、打ってみる、うーん、ビクトル・バルデオス、通るか、左へ出す、おー、いや、ラスキンか、素晴らしいパス届いたけど、やらせたら同じの。よし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 、運命共同体、いいね。さあいいボールだ、さあサイドから、いいボールを放り込んできた、またチャンスだ、マーグー、手で弾いた。さてコーナーキックになります。狙ってんだから、マグはいつだって君の声が、このチャンスを生かせるか、よし、この暗闇を切り裂いてくれてる。これは繋がらない。
やめろよラスキー、近いな。ここは阻まれています。シェー試合終了、リーグ優勝です。チャンピオンの座を制しました。結局前半のゴールが決勝で。オッケーオッケー、最高だ。さあ皆様、スタジアムでは選手たちが応援に駆けつけてくれたサポーターたちに対しての愛。たまんない、皆さん目に焼き付けてください。セラビーがトロフィーを開ける瞬間、ダッセー、ここのやつダッセー。いや、イブラも喜んでくれとる。まあ、バルサギリギリでしたけどね、言うて。で、アッカがマオザマット。最高じゃない。もう言うことないじゃない。アッカー上がったよ。また上がるよ、ほんで。ドンと。で、前節0-0のクソ塩試合のデポルティーボと次回やります。よくやりました。インテルもまあ勝ったけど、我々が広げちゃったからもう優勝です。すごいね、まあ、ルーニーの得点、イブラが抜けるか抜けないか非常に微妙、アシストも無理。ただまだ終わってないんですよ、我々のフットボールは。 EL の優勝というところがねかかってます。こちら逆にこっからはリーグ戦ではなくて EL に本腰を注いでいくまである。もう優勝確定したから、次回デポルティーボとやって、レアルマドリーとやって、デポルティーボに勝ったとしたらここ決勝戦です。ありがとうございました。